はい、こんにちは。今回は1万1800円を意図せず課金してしまったお話をやっていこうと思います。特に仕事をしながらなど放置でやっている人には特に注意してもらいたいお話です。仕事しながらゲームをやろうとした時にアプリ開始時に出てくるオファーオールをタップしてしまい、慌てて解除しようとしたのですが、今は便利になったもので指をホームボタンに置くだけで課金が確定してしまいました。運が悪く最高課金額の1万1800円のところをタップしてしまったようです。この間オファーオールをタップからホームボタンを押すまで2ステップしかないので、誰にでも起こり得る事象だと思います。1万円以上となると無課金には大きい額ですからね。実例でこういうことがあったようなので、皆さん注意してみてくださいね。